宇治見の杉本脳みそが欠けた気分はどうだね我々は脳みそ欠け友達だなまさかお前みたいな凶悪犯が名医だったとは天才となんとかは紙一重とは言うが私は趣味の拷問で何人もの解凍手術を行ってきましたちょっとずつ脳みそを切り取りまだ意識がある本人の目の前で焼いて食べるのです 生姜醤油でまあ驚異的な回復力の杉本さんだから助かったのですけれどそれよりもインカらマッサンが危険な状態です。